ください。はい、ありがとうございます。初めての取り組みでございますので、やはり一度本番と同じような形で流していきたいというところで、そこでどんな課題が出るかというのを今日は一番重点的に考えて実施いたしました。